しかし敷地が広いな。グリムとビル先輩はどこへ行った？ちょっとあんた、なんでさっきは日傘を持ってこなかったのよ。え、このうなじがヒヤッとする声は撮影スタジオの中から聞こえてくる。行ってみよう。あ、前に見えるグレーのふわふわって、おいグリム、貴様勝手な行動は慎めといつも言って、うん、でけえ声出すんじゃねえんだぞ。ん、私が5分以上外に出るときは必ず日傘を持ってくるように言ってあるはずよね。ごめんなさい、車の中に忘れてきちゃって。信じられない。あんたそれでも私のアシスタントなの？まだあるわ。今日の控え室入ってみたらゴミが落ちてた。鏡にも指紋が。どういうつもり？清掃は頼んでおいたんですけど。美しい私がメイクするための部屋よ。直接あんたが確認しておくのが常識でしょう。この役立たず。申し訳ありません。すぐに掃除用具を取ってきて、床も鏡台もピカピカに磨き上げておきなさい。いいわね？はい、すぐに。おっと、ごめんなさい、こんなところに人がいるなんて思わなくて。君はロア・ドゥ・ネージュ？え、ロア？ちょっと何をごちゃごちゃ騒いで。え、誰？あんたたち、なんで学生がスタジオの中にまで入ってきてるの？見学の予定なんか聞いてないわよ。ビル、よく見てみろよ。俺様たちになんか見覚えあるだろ？やだ、何この汚い野良猫。野良猫？俺様たちのことわからねえのか？何をわけのわからないこと。ちょっと気安く触らないで、服に毛がつくでしょ。シッシッ。俺様たちボンボロ寮で一緒に合宿までしたのに。たまにいるのよね、妄想と現実の区別がつかない厄介なファンが。っていうかあんたたち、いつから立ち聞きしてたわけ？あなたがアシスタントに対し日傘を持ってこなかったのを叱りつけていたところからだ。え、それ正直に言っちゃうの？ほぼ最初からじゃない。信じられない。さてはあんたたち、学生に扮したパパラッチね、私の美しいイメージに泥を塗ろうって言うんでしょ。そうはいかないわよ。すぐにマネージャーに連絡して出版関係に根回ししておいてもらわないと。アシスタント、全部あんたが不甲斐ないせいよ。今まで築き上げた美しい私のイメージに傷がついたらどうしてくれるの？申し訳ありません。さっさとそのヤブカたちをスタジオの外へ。それから警備室にすぐに連絡して。はい、直ちに。あんたたち、もし今日ここで見聞きしたことを SNS に書き込んでごらんなさい。ありとあらゆる手を使ってその口に毒リンゴをねじ込んでやるわ。もちろんさ、ムシュ、決して他言しないと誓うよ。皆さん、そうは行きましょう、早く。猫ちゃん、暴れないで。スタジオの中にいると怒られちゃうから外に出ようね。ほら、俺様は猫じゃねえんだぞ。だってお前、あんなにケチョンケチョンに言われて腹が立たねえのか？え、腹が立つって？僕が？ビル様に？それ以外に誰がいるのだ？俺たちは口を挟める立場ではないが、ミスを注意するにしても少々言い方に問題があるように感じた。まさか理不尽だなんてありえないよ。だって彼の言うことはいつだって全部正しいもの。彼は世界で一番美しく誰からも愛されるスーパースター。ここでは彼に逆らう人なんて誰もいない。全ては彼の思うがまま。
監督生さん、離れて。この人なんか変だ。変？ひどいな、変なんて。僕たちはとっても素敵な夢を見ているの。だから。邪魔したら絶対に許さないから。何？こいつ闇だったのか。来るぞ、構えろ。ドリームフォームチェンジ。みんなで力を合わせよう。全力でかかってきなさい。承認します。任せて。スキャン完了。あんたにはもったいないかしら。やるぞ。僕も負けてられない。手は抜かない。行くよ。そうしよう。本気か。無理をしてもいいことはない。無理しないでね。僕も負けてられない。かく。これで終わり。シルバーのテルマクなどない。セブク、無理はするな。笑わせてくれ。いいぜ。任せて。無理しないでね。おい、ビル、ついてこい。あたしに命令しないで、レオナ。試して。感謝する。また一つ、強くなれた。素敵な夢、邪魔しないで。みんな、怪我はないか？こら！お前たちそこで何をしている？クイーンズフィルムスタジオの前で魔法の打ち合いをするだなんて、どこの学校の生徒だ？みんな、ここは一度撤退しよう。これ以上騒ぎが大きくなるとゲームマスターがさらに集まってくる可能性がある。ウィ、得られた情報も整理したい。どこか腰を落ち着けられるところを探そうじゃないか。ここがかの有名なクリスタルギャラリア。その名の通り、透き通ったガラス天井がとても美しい。細部までリアリティがあって、これが夢の中というのを忘れて観光に没頭してしまいそうだ。この町の虫、どれもうめんだぞ。イバラの谷でリリアたちと冒険してる時の食事は本当に味気なかったからな。本当だ、このポークマリネのサンドイッチ、アップルビネガーが効いてて多元め。でもちょっとは慣れてきたけど、夢の中でご飯を食べたり眠ったりするのって
ちょっと不思議な感覚だよね。闇がいつ襲ってくるかもわからん状態だというのに、貴様らには緊張感というものがないのか。腹が減っていては満足に力を発揮できない。親父殿も言っていただろう。食べられるうちに食べて英気を養った方がいい。つうかセビクが一番食ってるんだぞ。僕はこの中では最も背が高い。だから貴様らより少し量が多いのは当然だ。みんな盛り上がってるみたいだね。おかえりオルト君。みんなが食事をしている間に行きたい店があるって言ってたけど、どこに行ってたの？本屋さんだよ。さすがは映画産業で栄える美少の町というより、ビルさんのイマジネーションで作られた町。イマジネーション強度がすごいね。さまざまな情報が詳細に掲載された雑誌が豊富に揃ってた。いやいや、オルト君が手にしているのは若手アクター情報マガジンプリンスファンと映画情報誌月刊シネマフリークだね。どちらも表紙や関東特集にビルが取り上げられている。うん、ざっと内容に目を通したけど、どうやらこの夢の中でのビルシェンハイトさんは子役時代からたくさんの舞台や映画の主演に抜擢されているみたい。ライバル役じゃなくてね。何何、子役時代から卓越した演技力でミュージカル界を沸かせてきた実力派俳優。昨年主演を務めた児童文学原作の映画は興行収入が初週から20億マドルを超え、続編の制作も決定している。同作にて本年のダイヤモンドムービー主演賞に若干18歳にしてノミネート。今この時世界で一番輝ける彼が栄誉ある王冠をその頭上にいただく、その瞬間を世界中のファンが固唾を飲んで見守っている。奇跡の国の映画産業の発展のため、優れた作品、そしてキャストやスタッフを表彰するために作られた由緒ある映画賞だよ。授与式は美少の町のクイーンズパレスで毎年行われる。時代とともに注目度が増し、今では奇跡の国で作られた作品だけでなく世界中の作品がノミネートされるようになった。故に実質世界最高峰の映画賞といっても過言ではない。この舞台で表彰されることを夢見ない映画関係者はいないと言われるほどさ。中でも主演賞は最も注目度の高い賞だ。そして現実ではロア・ドゥン・ネージュが冠14歳史上最年少でこの賞を得ている。現実ではネージュが受賞した。だが先ほど見た彼は役者ではないようだった。あの人間まるで従順な召使いのように振る舞っていたが、全てはビル先輩を幸せな夢にふけらせるための策略ということか。うん、エペルさんやルークさんの時と違ってゲームマスターが常時夢の主に張り付いている状態だ。兄さんの時も同様だったことを考えると、寮長クラスの魔法師はマレウスさんも警戒して監視の目を強めているのかもしれない。ちょっと待って、これが幸せな夢だっていうならストレス源を付き人にしてるなんてちょっと変だよね。僕なら顔を見るのも嫌な相手となんかずっと一緒にいたくないし、余計に心の闇が深くなりそうな気がするかな。ビルのやつ本心ではネージュに意地悪してコキ使ってやりたいって願ってたのかもしんねえんだぞ。あいつならあり得る。さすがのビルさんもそこまでは。完全に否定はしきれないけどさ、これはあくまで憶測だけど、最高の美しさを目指しストイックに高みを目指すビルシェンハイト、彼のあり方にはかなり深くネイジュさんの存在が関わっている。負けたくない相手がいるからこそビルは自分を奮い立たせ努力を重ねることができたということだね。うん、なかったことにするにはビルさんにとってネージュ・ルヴァンシェの存在は大きすぎる。なるほど、現実世界における重要な要素の変化や欠落は夢の世界での齟齬や破綻を生みやすいということか。そういうこと。でも潜在的な防御本能ゆえにこの夢の中では
ライバルになり得ない存在として設定されているんじゃないかな。で、ライバルが存在してないからダイヤモンドムービー主演賞はあっさりビル氏が取るってこと？ノン、そんなシナリオはビル本人が一番許せないはずだよ。レイジ君は確かに数々の痛みをビルに与えただろう。しかしビルは誰よりもネイジュ君の実力を、強さを知っていた。だからこそ VDC の火は追い詰められ、 あんな行動に本人に自覚がないままに踏みにじられているビルのプライドを思うと胸が張り裂けそうになる。今のビルは挫折や嫉妬を味わうことのない幸せな状態だろう。だがその代償に一番大切なものをなくしてしまった奮励の魂だ。彼を彼たらしめる美しき女王の精神、ああ早く目覚めさせてあげたい。あんなビルの姿見ていられないよ。ルークさん、